はい、皆さんどうも、ブランド品鑑定士東江です。今回の動画なんですけども、レシートの信用度はゼロということでご紹介していきたいなと思うんですけども、皆さんフリマアプリ、まあもしくはオークションアプリ等々でですね、ブランドアイテムを購入される際の付属品としてレシートね、購入時のレシートをよくお付けしますみたいなね、文言というのは見られることは多いと思うんですけども、この、レシートについてですね、果たしてこのレシートがついていることによって信用度は本当にアップするのかというところをね、解説していきたいなと思いますので、今回の動画もよろしくお願いいたします。はい、ということで早速ね、ご説明していきたいなと思うんですけども、まずは結論からお伝えしたいなと思います。レシートがついていることによって本物か偽物か、そのあたりですね、本物の信用度が上がるのかといったところなんですけども、ほぼゼロだと思ってください。はい、これなぜかと言いますとですね、昨今はですね、レシートすらもコピーというのが出てきております。はい、これはコピーというのはね、レシートを単純に複製した、コピーしたという意味ではなく、偽物のレシートですね。はい、このようなものも登場してきています。まあというよりも結構前からですね、この偽物のレシート、はい、というものは結構出てきてるんですけども、実際に僕の視聴者さんの方でもですね、フリマアプリで購入した商品が偽物であって、さらにですね、それにはレシートもきっちりね、ついてきてたと、このような状況です。なので、正直、まあ、本体も偽物でレシートも偽物だったと、このようなね、ことになるんですけども、まあ、そもそもですね、このレシートの、まあ、信用度みたいなところで言いますと、正直うちも買い取りをしてるとですね、たまにまあレシートがついたものね、お売りいただくこともあるんですけども、このレシートというのは学校のテストなんかで言うとですね、答え合わせをする際の、まあ、見直しのあくまで参考アイテムの一つぐらいにしか思ってないです。実際ですね、まあ、買取店さんの、まあ、ほとんどはですね、あくまで、付属品、まあ、例えば今回で言うとレシートなんですけども、まあ、その他ギャランティーカードや箱、保管袋等々ですね、こういったまあ付属品というものがあるんですけども、あくまで、その付属品というのは、しっかり見るかというと、しっかり見るのは、バッグ、そしてお財布、アクセサリー、時計などですね、まあ、その商品本体をしっかりと真贋鑑定するわけです。ですので、あくまで付属品というのは答え合わせの一環で、まあ、ちょろっと見るぐらいかなと、このような形になります。ちょっと今適当なものがなかったので、こちら持ってきたんですけども、これは、僕のね、シャネルの J12 に、付属している、まあ、時計のね、サッシみたいなものなんですけども、例えばなんですけども、本体、はい、この場合であれば時計本体が怪しいなと思った時に、こういう冊子を見た時にですね、まあ、例えば日本語が書かれていたりとかするんですけども、例えばその日本語の表記がおかしかったり、はい、まあ、例えばですね、通常の、まあ、常用漢字に変換されておらず、まあ、ちょっとね、中華圏で使われるような漢字に変換されている、もしくはまっすぐですね、平行に印字されておらず、少しね、斜めに印字されていたりですとか、まあそういったですね、ちょっと表記がおかしい部分に関して、あ、本体を見てみて怪しいと思ったけども、やっぱりまあそういう商品かと。いったようなことで、まあ真贋のね、あくまで答え合わせのために、使う参考資料ぐらいにしか、鑑定士は思ってないと思います。そうするとですね、レシート。はい、今回の動画の、まあ趣旨であるですね、レシートが一体どうなのかというところを考えるとですね、まあほぼほぼ真贋鑑定においては、まあ無価値なものになります。まあもちろん一般の方、もしくはブランドのね、鑑定士をまだ始めたばかりですと、いったような方に関しては、もしかするとね、この購入時のレシート、はい、まあ例えばね、百貨店の名前が入ってたりですとか、まあそういったことがあると、まあ信用してしまいがちではあるかもしれないですが、ただ、このレシートがあるからといってね、まあ本当に安心材料にしてしまうのは大間違いなので、鑑定士の方であれば商品自体をしっかり見る、そして、一般ユーザーの方ですね、まあ例えばメルカリで購入したりですとか、オークションで、落札されるような、ユーザーさんに関しては、
レシートがついてるからといって 100% 信用しきってしまうのは大間違いです。まだですね、フリマアプリ、そしてオークションアプリ等々ではですね、以前にこういう動画をアップさせていただきまして、まあ実際ね、怪しいアカウントなのかどうなのか見極める方法というのもお伝えしています。ですので、しっかりとですね、アカウントも大丈夫な人なのか、そしてもちろんね、出品写真も鮮明に撮られていて、他の出品物も大丈夫なのか、このあたりもね、しっかりと見極めていただきたいと思います。はい、ということで今回の動画以上となりますが、参考になりましたでしょうか。はい、ということで、レシートのね、添付されている、アイテムであれば安心できるかというと、全くそうではないということです。そして最近はですね、アカウントに関しても、アカウントの売買というのは本来禁止はされてるんですけども、中にはですね、有料なはい、アカウントですね。まあ、例えば取引がもう100件を超えていて、まあ、ほとんどがね、有料な、いい評価に、なっているようなアカウントを、まあ、悪い業者がですね、購入して、そのアカウントを使ってですね、偽物を売買している。このようなこともね、見受けられますので、年々、やはり一般のユーザーさんが、ブランドアイテムをね、フリマアプリ、オークションアプリ等々で購入するのは、偽物本物を見極めるという点では、非常に難しくなってきております。ですので、万が一、偽物を購入してしまったかもしれないという方はですね、僕のインスタグラム、ツイッター等々から、DM でご相談お待ちしております。ということで、今回の動画、ためになったなと思っていただければ、チャンネル登録、高評価の方、よろしくお願いいたします。そして、ツイッター、インスタグラム、TikTok なんかもやっておりますんで、概要欄の方からチェックして、フォローの方もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。